はい、皆さん、明けましておめでとうございます。今年もまた皆様方とご一緒に楽しんでまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。今年は龍の年ですね、辰の年です。それで私なりに可愛らしい愛嬌のある龍を描いてみたいと思います。用いる色はですね、城主、そして若葉、そして黄色、先行色ですけれども私は黄色と呼んでます。そして群青、そして赤金です。筆はいつものように面相と中筆ですね。それでは描きましょう。心楽しく描きますと、この龍の魂もとてもエネルギーに満ち溢れてきますので、そういう心構えで描いてまいりましょう。それでは中筆でまずこの真ん中に描きますね、大きく。はい、それでは風にちょっと楕円形なかってますけれども、はい、そして4色、大きく力強く描きます。そして面相筆で、はい、龍のちょっと耳ですね、小さいです。そして目ですね、ちょっと強く、眼力強く、悪から守るぞっていう、退治するぞっていう、家を守っていくぞっていう感じで、でお花ですね、お花はこういうふうにします。そしてこちらにこう毛があるんですけど、こういうふうに私は描きました。そして角です。そして何よりも大事なおひげですね。勢いよくさっとこう描きます。こういうふうにさっと、はい。そして次はお口ですけれども。上手でですね、大きいお口ですから、こういうふうにここでこうしてきて、こういうふうにしてこういうふうに描きます。はい、で目は天のようにちょっとこういうふうにしましょう。そして色はお好きな色、
今日私は5色選びましたですけれども、赤ですね、上手でさっとこういうふうな感じで勢いよく色をきちっとするのではなく、こういうふうに塗っていくと、そこにまた一つの木が、新木があふれるような気がします。こういうふうに、そしてで埋めます。そしてこちらに金の黄金の玉、よく龍が持っておりますね、あの黄金の玉をこちらに、そして書きます。そしてこの赤金ですね、赤金をたっぷりつけて、たっぷりつけます。そしてこの角ですね、角も金色にこういうふうにします。そしてここは、この耳はこのままにしておきます。そしてですね、この龍には水がつきものです。よく海の沖から竜巻って言います、水が空の方に吹き上がるのをよく見ますね。これで群青色で、この龍が海から出ている様子と想像して、海の水を描きます。こういうふうに、はい、こういうふうにここで集めます。波ですね。そしてここからまたこういうふうに
そしてこういうふうにまた折り返しているという動きを書いてまいりましょう。そしてここからこういうふうにして、そしてここにしぶきですね、水しぶきをちょっと書きましょう。でここからこういうふうに非常に勢いのあるお働きをしてくださる竜になりました。はい、皆様の幸せを願って、そして最後の仕上げにですね、いつものようにゆか竜ですね、さっさっとほんのポイント押さえて、こういうふうに濃いところを入れます。そしてここもちょっと太くなったり細くなったり、細くなったり太くなったり変化つけると、もっと竜が生きてきますね。はい、これでよろしいでしょうか。そしてこの上手を薄くして、耳のここちょっと色づけましょう。はい、さあ勇ましい。そしてですね、薄墨に金を混ぜまして、赤金を混ぜまして、ちょっとこの薄く細く輪郭を描きます。こういうふうにしますと、もっと絵が生きてきますね。さあこの金の玉に竜が運んでくる、この中に皆様方の幸せが詰まっています。それぞれの望むものがここに詰まっております。はい、そして最後にですね、言葉承服と書きますけれども、ただの承服では面白くございません。それで私は天国の字をここに書きたいと思います。天国を習っていらっしゃる方には
あれちょっと順番が違うんじゃないとか、書き順が違うんじゃないとか言われるかもしれませんけれども、お許しください。それで、そうですね、赤に書きましょう。住所で書きましょう。上手に黄色を混ぜます。そして珊瑚色を作りました。この色を作りました。はい、それではさあ描きますよ。私の絵には常に自己流で法則がございません。面白いですね。はい、これでしょうです。招くという字ですね。そして服はもう面白いんですね。こういうふうに円を描いてプラスと字を書くんですね。はい、仕上がりました。そして私は ここにしますとここかな。ここに今日は押します。はい。これでこの福を与えてくださる金の詰まっている玉にのそばにはなんか気が引けて私の印鑑を押すことができませんね。はい、いかがでしょうか。今日も見ていただいてありがとうございます。はい、まっさらな気持ちからということで白いマットで今年のデビューです。皆さん今日もご多忙の中私の動画を見ていただいて本当にありがとうございました。またご一緒に楽しく絵に挑戦してまいりましょう。よろしくお願いいたします。それじゃ風邪をひきませぬようにお体大事になさってくださいね。ありがとうございました。皆さんのお幸せを願います。ありがとうございます。